おはようございます、こんにちは。おはー。今日はどこへ。今日はここはどこですか。ここは、埼玉スーパーアリーナの。違うでしょ。違うでしょ、絶対。じゃあ遠いんじゃないですか。パシフィコ横浜、うん、なんだっけ、ジャパンゴルフフェア2019来てます。そう、オープニング中のオープニングで、あの、たまたま持ち毛今捕まえたんで、持ち毛も一緒に、あたしに、あたしにいるよ。持ち毛います。あたしにいます。スパイク、あたしはスパイクとか、あとバイザーとか、こんな感じで。すごいかっこいい、それ。こんな感じで、うん、これスパイク、これゴルフシューズなの。シューズ、スパイク。かっこいいよ。スパイクすごい、いいな、これ。これオーダーメイドだ。オーダーメイド。あ、そうなんだ。全部なんで、全部オーダーメイド。で、俺がオーダーメイドしても全部赤になるだけだからな。これですね。こんな感じのとか、まだホワイトあれですよ、シューズ乗せないですよ。あお、いいじゃん。ネットでも販売してます。ネットでも販売してます。はい。バイザーもかっこいいね、なんかね。いや、持ち犬が被ってるやつ。あ、これ？あ、そう、これアニューっていうブランドで、そのアザスが取り扱ってるんですよ。で、これはセルモっていうブランドで、それもアザスが取り扱ってるんですよ。そこにある。これ韓国のメーカーだっけ？そう、韓国ですね。はい、これ韓国。で、これは中国。あ、日韓コラボで、で、中国で生産してるようなんですね。生産。はいはいはい。じゃあ、ということで、いろんなゴルフウェアの、メーカー、ゴルフの、祭典ですね、回っていきたいと思います。ちょっと一個ずつ回って、はい、いろいろ楽しんでいこうよ。はい、行きましょう。はい、ちょっと被しちゃったよ、持ち犬イエローが。ここは大橋銀座高原。ワールドイーグル。ワールドイーグル。これは主に何を取り扱ってるんですか。ここにあの、まあ、表彰品ですね、まあ、あっちにも飾っているんですけど、はいはいはい、まあ、こういうカップとか、あ、コンペで使うとか、大会でカップとかトロフィーとか、ブロンズとか、はい、主にこういうものを販売している、まあ、メーカーになります。あ、そうなんですね、はい、なるほど、なるほど。まあ、こういうゴルフアクセサリーなんかも作っています。これマークですよね。そうなんです。まあ、そうです。でも、あ、これはつくな。あ、これつかないんだ。2種類だけ、あの、おマーカー硬いで、自社隣もつかない。そうなんです。これクソがっこいいな、これマジで。つかないんだ。それつかないんだ。つかない。次行ってみよう。いやいやいや、他もある。他もある。これなんすか。これはまたスタンドマーカーですね。はい、あの、今年の秋発売予定。そうなんだ。じゃあ、レンジャーのコンペの時は、はい、こういうの作りますか。じゃあ、あ、なるほどね。あ、こういうのいいですね、やっぱね。そうそう、次世代的なやつでね。フルチンのイエローだと、フルチンのイエロー。フルチンのね、コンプラじゃなきゃ、マーサーだけ行きます。やります。はい。こちらは、あの、まあ、8000円の商品になりますね。8000円？はい。トロフィーとか。例えばこれで一番小さいサイズになります。あ、1564になります。8000円？あ、15000ですね、こちら。あ、15000円でいいですね。はい、いいじゃん。あ、いいですね。でさ、あ、ここ空いてないんだ。はい。あいつらね、テキーラとか入れてる。あぶねえ、マジで。あぶねえ、この人。本当に。あの、コンペフィーだけで集まり、ね、集まってね、作れそうな感じですね。第1回。いいですね。テニスゴルフレンジャーコンペ。はいはいはい。チャンピオン。チャンピオンゴルフ。イエロー？イエロー？自由。自由。はい、そうです。チャンピオンゴルフ。はい、そうです。あ、お友達。ホワイトのお友達がいた。ちょっとここはチャンピオンです。チャンピオン。どうですか。ウェア。ウェアですか。ウェア。ちょっといいように使われてる。いいように使われてる。宣伝していただいてもいいですか。チャンピオンです。マジいいですか、それだけで。ちなみにこの比較的なやつは、はい、友達、何？スモレーガン、プレゼントっていう形で。
りまして、すごい人気で、行列が詰まって。これ何するともらえるんですか？LINE の友達追加です。LINE の友達追加。お渡ししてるんですけど、はい、人気で、すごい並ぶから、もう時間で区切って、もらったらラッキーだけどね。内緒だって、内緒だって。いい感じ。可愛いですね。はい。しかもチャンピオン安いんだよね。安いんだ。うん。最近っすよね。ゴルフ入ってきたの。そうだね。で、ちょっと一番前にやる。イエロー。イエロー。さあ、ということでニアピン対決なんですけど、はい、あのグリーンと対決するかと思ったら、はい、なんと化け物が。モンスターがレフノスケ君が。レフノスケ君で YouTube やってる、はい、男の子がいて。はい。ここでイエロー対レフノスケ君。急遽僕が彼と対決することになりました。若干10歳です。すごい嫌な予感がします。しかも去年のゴルフフェアで俺と一緒にレッスン受けたんですよ。めちゃめちゃいいスイングだった。マジか。これなんと、はい、まあヤード未満で A、B、C 賞があるみたいです。3ヤード未満で A 賞。右だよ。もっと右って言ったじゃん、さっきから。もっと右に打とうって言ったじゃん、さっきから。あ、クラブのせいにし始めたよ。あ、そうやってね。あ、いるいる。いるよね。よくいるよね。あと。俺カーボンシャンプーでしょ。あ、それぐらいじゃないですか。お、あ、それでも左だね。お疲れ様。赤いやつ1球もないんだ。お疲れ様。よし、じゃあ行ってきます。ハヤロちょっと握手して、握手よろしくお願いします。はい、ナドル勃発。8番じゃ届かないでしょ。いや、8番でかいって。あー、レンジャーイエロー。ドライバーでちょうどいいんじゃないドライバーでいいって言われてるよ、この3人。まあ、1球目練習だから。そうです。ちょっとあゆちゃんとの対戦も控えてるんで。ああ、そうだね。はい、いろいろ意識して。お前調子に乗ってんだろうって言ってたよ。あれ、おかしいでしょ。ちょっと出てしまう。ちょうどいいんすよ。これ補正されてる。この辺に飛ばすのが多分ちょうどいいんすよ。ああ。ここから本番ね。もうちょっとちゃんと振った方がいいんじゃない。いいんじゃん。おお、これいいよ。おお、伸びろ伸びろ。これちょっとじゃん。乗ったけど短い。だいぶ手前だ。それ何番？これね、7番。130ヤード。ああ、これダメ。さあ、イエロー1球乗ったが、これはやばいな。はい、手前でした。中もらえるよ。これはまずいな。ここ抜きやるんだね。ここでレフのスケ君がやばいな、嫌な予感するな。うわ、ドラゴンのチケットも買ってる。なんか大会で2位ぐらいになってるらしい。そうそうそう、なんか東関東、西関東、ちょっとお父さんに聞きましょう、成績を。成績教えてください、レフノスケ君。サハラランキングっていうので、はい、とりあえず2位。2位、はい、やばい。これはやばいぞ。さあ、実力は。いや、めちゃくちゃやばい。ガムシンシロウ。ガッツリ、ガッツリ振るやん。うまっ。やば、ちょっと練習だよ、レフノスケ君。まだまだまっすぐ行くもんな。すぐ。え、そのクラブで合ってるの？そのクラブで合ってるの？大丈夫かい？うめえな、うめえな。お、まだイエロー勝ってるよ。あ、ちょっと勝ってるよ、俺。あれ、奇跡の勝利。奇跡の勝利あるんじゃないか。あるよ、これ。やばい、レディースのクラブありますかって言ってますね。これ
もう、どういうこと？キッズじゃ物足んねえってそういうことね、はい、もうレディースのクラブ振って、はいはい、じゃないと俺のあれじゃ届かないの。キッズじゃやだと追いついてない。そう、いや、スイング綺麗だもん、ね、めっちゃ綺麗ですね。さあ、レフノスケ君、ガチです。大人のクラブ握りました。大人クラブで来た、はい、あ、これ行ったな。マジで？これ行ったわ。あ、いい勝負じゃん。これいい勝負じゃない？いい勝負だけど、いい勝負家の大人だから負け。負けかい。負け。大人は負けかい。1ヤードぐらい超えられた。数字覚えてる。負けたか。数字は覚えるんだよ。マジっすか。負け。俺の負け。負けでーす。マジか。マジか。ありがとうございました。頑張って、頑張ってね。ダメなのこれ。頑張ってね。いやー、いいスイング、本当に。うん。真似したいぐらい。あー、負けた。レフノスケ君とか行っちゃった。行っちゃった。行っちゃった。早い。行ったの？さあ、はい。ここはクアルトユナイテッド。はい。さあ、ここにもうインスタの集合タイムで。ゴルフインスタグラマーの集合タイムで。もうすごいですよ。すごいよね。集まりで集まって。合計フォロワー数何人ぐらいいるんだろうね。はい。合計フォロワー数でも埼玉スーパーアリーナ1週間ぐらいできないで今、クアルトユナイテッド、はいはいはい、はい、はい、2人が今来てるんだよね。はい、じゃあ新作でーす。新作でーす。すごい派手だね。双子ハチウセその腰に巻いてるのは何なんですか？ポーチです。あ、ゴルフ中に使うんですね。はい、なんかダウンみたいな。それボール入れたりとかね。そうです、そう、あとおにぎり入れたり。おにぎり、おにぎりは入れないでしょ。焼き芋、焼き芋も入れられんだ。男性が来るの。あ、いいじゃん。いいじゃん。お買い上げでーす。黄色ないっすか？黄色、黄色。でもこの色もおにぎりで。かわいい、かわいい。似合う、似合う。いや、俺かわいいよ、ほら、ニコちゃんの。いいね。ね、なんかニコちゃん好きだよ。に、そうっすね。常に笑顔でいないと、あの、いいスコア出ないですから。うん、これ何？怖い、怖い。このやつ。はい、ここの。またかわいいね。これはレディースコア、とても OK。レッツマーケー！ダチマーケー！ゆかちんまるのテンションに合わせないと食われるから。イエーイ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 。負けてるよ。トシミはイエーイ。照りがある。ダメだね。ダメだね。もっといかないと。ダメですね。ちょっと待って。もう勝てない。こんな感じで、めちゃめちゃ可愛い作品がめちゃくちゃあるので、メンズもあります。メンズもあるみたいな。いや、本当に、なんか値段も手頃な感じで。めっちゃ安いんですよ。そうですよね。これなんて4800円ですよ。4800円。安い。片足4800円。そうそうそう。両足4800円。なんと、なんと、これね、なんだと思いますか？これは、なんだ。あ、そうそうそう、蝶ネクタイ。じゃないだろ。そんな、これネクタイ。結構、ボール入れでーす。ボール入った。ここに T が刺さる。かわいいね。見てますか、あのうちのレンジャー の、 あの女性の方たち、こうクアルトユナイテッドということで、はいはい、ちょっとあの急遽、はい、あのトシミンと、はい、あ、いい絵だ、いい絵だ、これはアリーナって言って、アリーナクアルト、ナイス。ありがとうございました。このキャディバッグめっちゃ重くて、すごいですね。あ、しかもあの軽量の軽いやつ、そう、持ちやすいやつ、これいいね。めっちゃいいですね。これめっちゃいい。ここにさ、ボール入るんだいいよね。あ、これがメンズですね。ですね。あ、来た来た来た。あるじゃん、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 あるじゃん。何が、何が、何が。あるじゃん、ほら、さっきのメンズバージョン。お、グリーン、グリーン、
なんか濃くない色。濃い緑ね。ちょっとレッド見せてよ、レッド。あ、レッド見せて。そう。いいね、これかっこいい。ああ。あ、待って。あ、全部揃うじゃん、これ。いや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 イエローまた浴衣で合わせて合わせて、ああああそういうことか、気づくの遅いやん、そういうことか、いやめっちゃ出歩くできる ね、あ、これスカートです、ね、はい、イエローがポーズ取って、ポーズ取って、ポーズ、はい、これちょっとさ、浴衣チームあるあれだよね、レンジャーのノリに合ってるよ、いやもうね、何にも言わなくても、俺がこれ持った瞬間に来てくれるこの感じもレンジャー的なバイブスを持ってる、そうだね、これ視聴者さん絶対期待してるよね、期待してる、コメント待ってます、コメント待ってます、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 ヘアコーデできます、そうね、体ももうね、イカチンマルが止まらないなんかゴルフウェアって高いイメージあるね、なんか1万5000円ぐらい必要なのかな、あ、そう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 、全然、これがまた7800円、安い、お手頃、いいです、うん、いや、本当にいいと思います、マジ、うん、はい、じゃあ、次に、あの、ゴルフスキン、ゴルフスキン、はい、会社の、はい、ゴルフスキン、あ、ゴルフスキンですね、ゴルフスキン、はい、シャフトのヘッドにつけれるデコレーションのシールですね、はい、あの、代表の後藤大先輩です、後藤と申します、よろしくお願いします、よろしくお願いします、よろしくお願いします、ちょっと前々からね、はい、イエローのお店のお客さんで繋がってたんですよ、はい、はい、ちょっとまさかこんな形で再会できるとは思わず、はい、ちょっと概要を、はい、はい、このゴルフスキンとは、ね、とはですね、とは、まあ、ゴルフクラブ専用のグラフィックシールになるんですけど、まあ、なんてことないゴルフのクラブ、クラウンの部分をシールを貼って、まあ、デコレーションして派手に楽しいゴルフしましょうっていう、そんな感じですね、まあ、これもう貼ってあるんですけど、これ全部貼って、ヘッドとシャフト、これもシャフトにも貼っちゃってるっていう、これって要は難しいですか、貼り方というか、この要は何ですか、あの携帯の保護シールみたいに、はい、ちょっとあの空気が入らないようにで引っ張りながらですね、はいはい、あとドライヤー当てながらやるとこれ伸びるので結構簡単に貼ることができる、じゃあ普通に僕らユーザーの人間でもこう綺麗に貼ることはできる、基本はもうお客様自身で貼っていただくという感じになりますので、あとはここだけに貼るような、なあ、ラインね、なんかミニクーパーみたいな、ね、こんなのは結構簡単に貼れちゃいます、いい感じの黄色とかもあるんですよね、ね、これ普通のシャフトみたいに見えるよね、だから ねこれ貼ったんですか、これ貼ってあります、あ、これ貼ってあります、はい、これも貼ってある、これも貼ってあります、すごい実際私が使ってるやつなんですけど、かっこいい、ウェッジ2本でドクロのと、まあ、カーボンの、あ、でもかっこいい、あ、これかっこいい、こんな感じにあります。もう重さ的には全然。まあそうですね。あの長さによってもちょっと変わるんですけれども、4グラム前後っていうところなので、まあ微妙にチューニングされてる方は、そうです、難しいかもしれないですね。なるほどね。なるほど。シャフト部分とヘッド部分合わせて4グラムぐらい。長さによってになるんですけど、シャフト一番ウッドなんかに貼ってしまうと、もう5グラム弱ぐらい。結構変わっちゃうんですね。なんでパターなんかに貼る方は多いです、ああ、なるほど、そっかあんまりこう影響しないです、確かに、はい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 、あとはあのカートの後ろにボコンボコンと入れるんで、うんうん、あの結構傷ついちゃうんで、あ、保護しちゃう、あ、なるほどなるほど、はいはいはい、あ、これあれだよね、なんかこういう高いドライバーあるよね、あるある、これあるこれあるわこれあるわあ、すごいイエスみたいなイエスカマンみたいなすごいっすね、これ1万人、これ一番人気ですね、いやもうこれもいいですね、ポチリね、うん、いつもテンション上がるよ、これね、ずっと見てたらテンション上がるよ、これプレプレになっちゃうでしょ、これ、いやでもやっぱりこれ俺ね、個人的にいい、いい、これデコレーションしてこう遊ぶ、もう本当エンジョイゴルフ勢にはもう持ってこいじゃないですか、女性はこれ花柄、はいはいはい、ですとか、まあ、ヒョウ柄ですとか、ここら辺の人気は高いですね、あ、でも安い、3000円、はい、ね、最近のあの携帯の保護シール変わんないですか、
ね、あの車に貼るラッピングシートは同じ素材なので、はいはい、非常にこう強いです。雨とかにも強いですし、はいはい、紫外線に当たっても変色もしづらいので、うん、あ、まあ、剥がすときもだ、剥がすときも綺麗に糊なんかも残らず、あ、はあ、じゃあこれ今後あれだね、貼るところから動画でそうしましょう、はいはい、紹介させていただきたいな、はい、じゃちょっとまた改めてゴルフスキン編を、はいはい、やりましょう、はい、ご紹介します、はいはい、ちょっと今日は今回触りだけこんな感じで、はい、ありがとうございます、後藤さんありがとうございました、ありがとうございました、ありがとうございました、お願いします、これ合ってる、合ってる、え、いいんですか、第1号のこのエピソードフレンジャーとくそ